はい、ウイニングイレブン2020やっていきましょう。ああ入りませんね。よし、入りました。じゃあ今日はですイベントやっていきましょう。プレゼンツチーム、今バイエルン、これを2人で前半後半に分けてやっていきたいと思います。はい、このチームバイエルンミュンヘンです。はい、こんな感じですね。コーチにいますね。コーチにフルペ、やっぱコマ、コマン選手確か早いっすよね。結構早い。うん、じゃあやっていきましょう。じゃあ前半は前半やります。後半、この時間はバイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン、こちらをご覧いただきます。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件での試合になります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。バイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン。さあ北澤さん、本日の注目選手を引き上げるとすれば誰でしょう。ディアゴ・アルカンタラですね。中盤での展開力には注目したいですよね。視野の広さを生かして中盤から長いパス、短いパスを使い分けますよね。彼のキックの精度、ボールコントロールには期待したいですね。なるほど、そういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょう。レバンドフスキ、ここは競り勝ちます。ディアゴ、さあ持っていく。バイエルとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。ちょっとまだ慣れてません。2020にコーチーニョ、プレスからボールがこぼれる。やばい、ここでパーツ、美しいと、どういやん、どういやん、素晴らしいですよね。何せでしょうね。レバンドフスキ、今のチャンスはものにすることができませんでした。レバンドフスキ、レバンドフスキ、左スルーパス、レバンドフスキからコマ、裏へのスルーパス、バイオリン、ここクリアで難を逃れます。バイオリンが最終ラインまでボールを下げる。プレッシャー、コーチーニョ、ファールですね。12分を回りました。レシートはできません。レバンドフスキ、おいおい、レバンドフスキ、いいやん、やった、強い、ワックを捉えた。オフサイド、今日はまだファーストハーフの終盤に両チームともスコアレスという展開。いや、まだあるか。カバール、あと8分、アラバ、ペリシッチ、ティアゴ、前半40分を過ぎました。来た、おー、うん、取れたよ。ここで笛、
前半が終わりました前半0対0北澤さん、ここまでについて何かございますか。ダイヤルとしてはまだシュートに持ってないんですよね。シュートコースの受け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。バイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。できませんでした。じゃあフェルペコーチーン、そっか右足と後半参りましょう、バイエルンは早めに仕掛けていきたいですよ ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね、はい、アラバからペリシッチ、緩いボール、ティアゴからアラバ、さあペリシッチシュート、わずかに右へ揃いました。いいですからね、ちょっとちょっと大きく立てる、カバーなぜ左をフックにしたいんですかね。やりにくくなった、うずらくしたいんですかね。うわー、マジか。自分で持っていけるか、ディアゴ特殊能力を発動させず、ディアゴから左サイド、裏のスペースを狙う、もうこれいいでしょ。長いボールを送ります。スピードを上げたいところ、そこまでゴール前に人が集まってしまうと、オッケーコースがなくなってしまいますね。どうだ、スーパー、うっしゃー、いい出せたよ、お母さん、シュートが入る、シュートした、お前がスタートに3対1囲まれた。ロイヤーがこう弾いたボールを正確に押し込みました。ダイヤーと2020は、いやー、キーパーがハンドルした後の勝利を、ペコチーニョ今回行きたい、落ち着いて流し込んだ、いいボールでしたよね。スピードがある、ここでさあバイエル、うわー取られた、1対0です。この辺のね、一点の重みっていうのありますよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、ピッシュ、バッ、いいシュートが出ましたね、これで2点差飛んで、いや今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力が長いですよね。ペルシッチが決めてくる徹底力の君比がつ、これも見事でしたよね。いや、ここはベルペコーチングが上がる、うまい、そしてここか、おお、やったトラフィー、ベルペコーチング1点目、これこっち出るよ ね。今の本化した、本化うまい、ここでちゃんとポーズ、うわ、一周行きましょう、これ勝ったのもあれ3勝利、一周はプロフェッショナル、そうですね、ここよかったのが通していく、プロフェッショナルか、いいね、昨日でしたよね、精度高い仕事でしたね、負けた、強くなったのかな、うわ、あれだ、あれだ、オッケー、ここ、こっちにゃ、さあバイエルン現在3対0と相手を大きく突き放すリードをしています、うん、
いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうもうプラスに当たるチームなんですよね。そうですね。いやいやいや、レバンドフスキ、アラバから大きく立て、コーチンユ入ったのが大きいね。よっしゃ、3-0、ありがとうございました。3-0で勝ちました。では今日はここで終わりにしたいと思います。佐沢さん、今日のゲームどうでしょう。それでは次回また会いましょう。さよなら、さよなら。Thank you.